あ、第1回今日のまとめクイズ、よいしょー。どうも、しながらと、のせと、もっちです。はい、僕たちはですね、まあ、約丸1年ぐらい動画投稿を続けてきまして、はい、全動画、もうほぼ全動画に今日のまとめがついております。はい、そうですね。まあそこは基本的に編集担当した人が書いてるんですけど、まあ結構こう変なこと書いてたりするんですよ。そうですね。まあ、今回はそこを当てていこうというね、はい、もう150本ぐらいの動画ありますんで、まあ、クイズやっていこうということで、はい、まあ、これパクリなんですけど、ゆうやみえです。そう、結論当てクイズの、まあ、そもそも俺らが、俺がゆうやみリスペクトすぎてチャンネルがそれっぽいっていうのが、まあしょうがないんですけど、はい、目をつぶってください。まあ楽しいと思うんでね。はい、やっていきますか。やっていきましょう。はい、というわけで今回は第1回今日のまとめクイズです。やっていきましょう。はい、あ、おお、今これした？うん。うわあ。まあじゃあこれもリスペクト元に伴って、うん、まあ今回罰ゲームではなく褒美を。褒美。はい。まあゆうやみさんがね、はい、まあ、褒美として一番正解できた人が、はい、好きな動画の結論を決めれるっていう。好きな動画の結論を。そう、これから上げる動画の結論を好き勝手決めれるっていう権利がもらえたんですよ。おお。俺らもそうしようかなと。なるほどね。一番正解数が多かった人が、もう自分が編集してない動画とか、うん、でもいいし、撮影の段階で決めてもいいです。なるほどね。なるほど。っていう権利をあげましょう。おぉ、でかいかもしれんな。結構おもろいよ、これは。そうね。え、結構見てるよ。見てます。結構覚えてる。いや、正直言っちゃうと、今日のまとめってなんかね、まちまちなのよ。結構その、うん、頭に残ってるやつと残ってないやつ結構惰性で作ってる感じある。いや、結構覚えてるのかなと思ってね、際どいの言ってる。あ、マジか。第1問、はい、はい、ブランコ手を離したら立てない説。うわー、覚えてねー。うーわ、何それ。うわ、めっちゃ序盤えぐっ。え、覚えてねー。そんなオチができるような動画でもなかった。そう、何したっけ。じゃあ、もちくんから。僕はもうほんとシンプルです。摂理師匠。あー、うわ。いや、でもなんかこんなね、さすがに多分ね、序盤的に結構こいつ熱入ってたから、多分もうちょっとね今日のまとめはね、正直なんかひねってると思う。でも俺いきますね。はい、ちょっとこれは惰性というか妥協しました。わかんなすぎて、はい、みんなもやろう。いやー、あったかな。同じですね。みんなもやってみてね。あー、いやー、そんな。いや、摂理師匠かもしれん。やばいな。じゃあ正解。はい。はい。座ろう。悪いなー。間違いないのよ。そういうことなの。そういうことなのよ。第2問。はい。自作、ロシアンお月見団子サバイバル。うわー、マジか。やばい。うわー、いいとこついてきたなー。全く覚えてないな、俺。覚えてるんだけどな。もういいや。そう、なんかもういいやってなっちゃう。出ないんだよな。それから言っていい。プレーンがいい。いやー、絶対違う。絶対違うな。絶対違うな。もうわかんない。絶対違う。あれね、月見のシーズン逃したと思うんですよ。あー。それに関連して、時期逃しすぎ。あー、なんかなありそう。そんなんだった気するわ。え、マジで。じゃあ、オチ知ってる、もっちくん。多分ね、オチね、なんか春樹がぐちゃぐちゃにした青い団子みたいなのを作って、これ青い団子ですみたいになって、じゃんけんで負けた俺が食ったんだけど、別に何も味しないよってなって、見た目があれだけど味なし団子ですみたいになって、オチ作ってくださいみたいな。で、なんか俺が言ってしょうもなっていうオチだったかなっていう。いや、わかんない。でもなんかね、時期逃しすぎ、そんな気するわな。結局これが採用されなくて、ありがとうございましたで終わった。時期逃しすぎの可能性もあるんだよな。正解。はい、はい、もっちの一番嫌いなこと、押すべき。ほら、なんか言ってんだって、落ちで俺。え、言ったっていうか、じゃあ落ち見たい。言ってない。落ちて、落ち見たい。やだ、もっち合ってたんだ。なんか言ったよね。そのまとめやばない。言ったか。全くだったわ。3問。はい、3問3問目。第3問。はい、野球部には偏見を言ってもいいという偏見があります。はい、っていう動画ですね。なるほどね。これね、あ、覚えてる。俺なんだよな、多分書いたの。いや、俺マジ覚えてるわ。じゃあ、のせくんから。最終的に、まあなんかその好感度のために、最後ちょっと野球部を褒めてきたじゃないですか。うんうんうん、そう。名称は野球部を応援します。うわー、やばい。
書いた。これ書いた。それ俺それ書いた。見えたもん今。画面がクソしょうもないの書いちゃった俺。目指せ甲子園。一緒まあまあ俺書いちゃった。書いさっき甲子園目指して頑張ってくださいにしたけどもう目指せ甲子園的な。うわあ。これな気がします。いやもうそれだ。正解ははい。名称は野球部の方々応援してる。ああ。ポイントポイント。よっしゃ。だよー。すごい。うわ。いやだぞ。そうなんだよ。絶対気持ちいいじゃん。めっちゃ気持ちいいよ。そうだ。第4問、はい、好きな子に土下座した話&リビングのテレビに〇〇が映った話。あ、うわそれか。雑談ですね。雑談むず。編集お前。いや違う、俺、うん、俺がまとめてる、うん、うわもうダメじゃん。言い回しも多分出てるな。出てるな。マジか。言い回しまで当てたいけど待って俺覚え出したかも。お思い出したぞ。うわー思い出したぞ。思い出したぞ俺。1位になれない。すごい。やったかもしれない。あよ。ちょっと待ってよ。あよ。あよ。いいもう。はいできました。はい。俺から行かせてください。はい。はい、くんから。これ出すのも恥ずかしいけどごめん。はい。ゲームは1日1時間。絶対違うんですよ。いや、なんか違う。ありそうだけど。ありそうではあるけど違う。頑張って、ありそうな出したけど、絶対違うんですよ。じゃ次のすくん。人生が最高のネタ。おー。なんか毎日が、その毎日毎日が、一日一日が最高に面白いよねっていう感じのニュアンスあって気がする。なんかめっちゃ名言みたいなの残したんですよ。俺いいですか？はい。人生は長いコント。うわ、そんな感じや。これはね、多分そうなんだよ。なんかね、最後、で誰かが、いや、ほんとにそれコントやん。みたいに言って落ちたんだよ。で、だから多分人生は長いコントだ。そんな感じなんだよね。これだとしたら、マジ名言だよ。正解こちら。人生は80年間ノンストップのコント。うわそうだ。そうなんすよ。え、俺天才すぎない？いや、これ好きなのよ。俺結構。これ覚えてたもん。そう名言なんとなく。これ名称の今日のまとめ史上さ、トップ3ぐらいで入るいいまとめじゃない？いや、これいい。これいいよ。これは1ポイントだね。やったー。1ポイント 0.5。あがっす。よしよしよし。うわ、待って、そのまとめちょっと今感動してる。普通に。よかったもん、普通に見てて。第5問。はい。世代交代。渋谷でフリーベイブレードやったら人集まりすぎた。ベイブレードかー。ベイブレードの方。うわ、動画めっちゃ覚えてるんだけど。いや、ちょっと来たかも。俺来た。ちょっと来たかも。来た。マジかこれ、難しいと思ってやめようと思ったんだけど。てか、これじゃなくてもこれでもいいと思ってる。どうしよう。マジわかんない。ソリー。100枚入る。持ちから。俺ね、どっかの動画であったと思うんですよ、この言葉。のせばら達也。いや、それ。なんかの動画だった。ベイブレードの動画でそれやる？いや、でもだから前編と後編を。いや、これはないなぁ。ないなぁ。ないかぁ。じゃあ次、ハルキ。タカラトミーさん、お仕事待ってます。うわぁ、そっちの方面ね。いや、ベイブレードめちゃめちゃ人来たんすよ。うん。こんだけ集客力あるんだったら、仕事もらいたいな、みたいな。確かにな。ボケでね。じゃあ次載せ。まぁ、あのね、動画のね、一部でですね、うん、あの、外国人の方が、うん、あの、ベイブレードやってたんですよ。いたで、それのオチで、ベイブレードは世界をつなぐ。あー。怖い。あった。なんか、異文化交流がどうのこうのみたいな。言ってた。正解は、こちら。藤原竜也の入ってたって。なんだよこれ。おいおい、俺入ってるやん。なんだよこれって。おい、ベイブレードだけじゃないと思ったんだよ、なんか。おい、うぜぇ。最終問題、はい、150ポイントあります。おい、意味ねえじゃねえか今まで。逆に不自由、一生使われることのないフリー素材がこちら。うわ、やばっ。え、俺あの動画好きじゃないんだよね。全く覚えてないんだけど。俺も全く。マジで博打だわこれ、この回答。いや、オチわかんねえマジで。できました。はい。で、自信ない人かな。はい、いけます。もし自信ないです。クソみたいなオチ。あー、でもなんかね、俺なんとかみたいなオチって一時期めっちゃ使ってたよ。え、ハルキ自信ないです。博打です。だから、うわー、でも俺も大博打だ。99、100回振ったら99回外れるぐらいの博打。先行きます。マジか。ハルキフリーメイソン。どういうこと。どういうこと。フリー素材だから。ああ、そういうこと。その動画を見たモッチの感想が来るんじゃない。ああ、はいはい、って思ってシンプルに頑張ります。
いやでもね、ありそう。謝ったりした気がする。すいませんでしたみたいな。すいませんでしたみたいな。やった気がする。すいませんでしたって書いた気がするよ、俺。なんかあるんだよ。謝った気がするな、クソみたいな。じゃあ最後動画見てもらって。あ、はい。というわけで、もちろん今日から1週間ね、イラストだけで LINE を使ってもらうということで。はい。これやった。どうもやっとくもん、こういうの。うわぁ、俺やったわ、引っ張ってきたわ、イラストに立っちゃった。うるせえ、やった、引っ張ってきたわ、イラストやから。うるさい。ええじゃん、ええじゃん。全員正解。